通称十の姿ね、幼少期の終わりまでに育ってほしい姿、通称十の姿がありますけれども、そこの姿から、一つの姿を、まあ、選んでグループを作ってもらいます。ステージは3歳児の事例です。いい私は病院ごっこをしていて、いいは自分で作ったメガネをまた投げ、どうしても入りたくてままごとコーナーへ行く。 F 助も入りたいというが、経過は同じことを繰り返し言う。コモさんもまごとっていうし、お料理する私もおままごとっていうし、なんかもしおうちごっこみたいな、家族ごっこみたいな感じやったら、あ、やからつみきで、そうって納得いくし、そうそうそう、でそっから保育者がさ、なんかつなげてくくなって、おうち、F助くんのおうちにもうなんか例えば料理届けてあげたらとか。でも、だから他のグループでは、まあ、拒否された子がかわいそうだから、この先生と、とても楽しい遊びを忍者ごっこでも何でも楽しい遊びを盛り上げて